こんにちは、渡辺隆介です。今回はテンションコードのルールについてお話していきたいと思います。皆さん、テンションコードは覚えたけど、このコードの時に使っていいのかなとか、そういった感じで悩んだ経験ありませんか？そういったところのルールを今回はお話していきたいと思います。で、こういうルールって、その曲の流れだったり、その表したいサウンドによってかなり例外が発生するので、今回は僕が今まで演奏してきて自然と体系立ててルール化したもので、基本的な考え方、そういったものをお話していきたいと思います。それで全てのコードを網羅するとなると、かなり長い動画になってしまうと思うので、今回はセブンスコード、それで一番使用頻度が高いと思われる2-5の5の部分ですね、ドミナント7、ここの部分についてのテンションの付け方のルールをお話していきたいと思います。すいません、今動画を撮り終わって編集をしてたんですけど、ドミナント7だけの説明だとちょっと混乱を招くかなと思ったので、ドミナント7のもう一つのリディアン7の話を追加することにしました。それでリディアン7なんですけど、ドミナント7以外のセブンスをリディアン7と呼んでいます。で、例えば酒とバラの日々っていう曲がありますよね。あれが最初 F メジャーから E フラット7に行きます。この E フラット7が、リディアン7なんですけど、これがドミナントモーションしてたら A フラットにとか A フラットマイナーに行きますよね。これが5度7の役割を果たしてたら。で、そうじゃなくて Am に行きます、この曲は。なのでドミナントモーションしてないセブンスをリディアン7としてます。で、このリディアン7の時につけるテンションが、まずナインスですね。ナインスの場合だとナチュラルのナインスです。フラットとかシャープとかはつけません。で、次にイレブンス、これはシャープイレブンスが使えます。で、続いてサーティーンス、これはナチュラルのサーティーンスが使えてフラットは使えません。それで実際の曲の中に使ってみるとよくわかると思うんですけど、酒とバラの日々でこういう風にナインスだと合うんですけど、こういう風にシャープナインスを使うとかなり外れた感じしますよね。こんな感じで実際に曲で使ってみて、自分の耳で確かめて確認していくことはすごく大事だと思います。それではドミナント7の続きをどうぞ。それでは実際にやっていきましょう。まずコードなんですけど、2-5を元にやっていきます。で、キーは C ですね。 C の2-5の部分の G7、 これにつけるテンションを話していきます。で、今回はこの G7 の後のキーですね、 C メジャーなのか C マイナーなのか、この2つに分けてお話していきます。それでまずナインスからやっていきます。で、ナインスはナチュラルのナインスとフラットナインス、あとシャープナインス、この3つですよね。で、それぞれやっていきます。まずはメジャーキーですね。 G7 の後 C メジャーに行く場合のお話です。で、この場合はシャープ、ナチュラルナインス、フラットナインス、これ全て使うことができます。マイナーの場合はこのシャープナインス、あとフラットナインスが使えます。で、使えない音っていうのがこのナチュラルのナインスですね、はちょっと使いづらいです。それでなんで使いにくいかというと、このナチュラルナインスの音に注目してほしいんですけど、この音って例えば C メジャーのこのドレミファソラシドの音の中だと6番目ですね。で、今
今はメジャーで弾いてますけど、メジャー6の音になります。で、これをそのマイナーのキーで弾くと、このマイナー6の音ってマイナー6になるので、この A フラットの音になりますよね。なのでマイナーキーでこのナチュラルナインスを弾いてしまうと、メジャー6の音を弾いてしまうので、ちょっとメジャー感が出てしまう。でもっと言うと、そのこの基本的な音列の中に入ってない音を弾いてしまうことになるので、この C マイナー、マイナーのキーではこのナチュラルのナインスっていうのはちょっと使いづらいです。でシャープとかフラットとかはこの音の中に入ってますので使えるという音になります。では続いてイレブンスをやっていきます。イレブンスは G7 の上で言うと C の音ですよね。でこれは G から数えていくと1、2、3、4番目の音になります。なのでこのイレブンスをセブンス上で使う場合はサス4として使うことが多いです。なので理論上はこの11を使っているということになります。でメジャーキーで言うと、あとシャープ11を使う場合ですね。このシャープ11って結構サウンド的には独特のサウンドなんですけど、これ単体で使うというよりは、僕はこの後の5度ですね、 G7 で言うとこれに経過音として使うことがよくあります。例えば G7 のシャープイレブンスで、このフラットナインも今弾いてるボイシングで入ってますけど、こんな感じでここのシャープイレブンから5度に解決するというイメージですね。で C に行くような感じで使うことが多いです。続いてマイナーですね。マイナーのキーの中でのイレブンスの役割で、先ほど言ったようにこのナチュラルのイレブンスの場合だと、サス4として使うことが多いとお話しましたけど、このサス4としてそのまま使ってしまうとちょっとメジャー感がやっぱり強く出てしまうんですよね。でこれはちょっと例外的な話になるんですけど、ケニーバレルとかはこのマイナーキーにおいてこういうサス4とかを結構頻繁に使ったりするので、で僕ケニーバレルがすごく好きなので、こういうマイナーの時でも僕は使ったりします。でも基本的にはやっぱりメジャー感が出るので、オーソドックスな使い方ではないかなと考えています。それで例えばこのナチュラルのイレブンスとフラットナインスとか、こういうのを組み合わせるとナチュラルのナインスでも使えたりするかなと思っています。それでマイナーキーの場合においてのシャープイレブンス、これもメジャーと同じ感じで僕は捉えて使ってます。ここからという感じですね。続いてサーティーンス13ですね。でこれのメジャーキーでの場合だとナチュラルのサーティーンスでフラットのサーティーンス、これも両方使えます。マイナーの場合だとこのナチュラルのサーティーンスはちょっと使いづらいです。なんでかっていうと、このテンションの音で C から考えるとメジャーサードになりますよね。なのでマイナーキーでこの音を使うとメジャーの感じがちょっと出ちゃうので、マイナーの中ではちょっと使いづらいです。
今回はテンションコードのルールについてお話していきました。それでまとめると、メジャーキーでは全てのテンションが使えたんですけど、マイナーキーだとかなり制限がありましたよね。でこれってマイナーの場合だとメジャーの音を含むテンション、メジャーサードだったりメジャーシックスだったり、こういう音を使うとメジャー感が出てしまうということで、マイナーのキーではメジャー感を出してしまうのは避けたいですよね。ということでそういったテンションは合わないということが多いです。それで逆にメジャーですね、メジャーの場合だとマイナーを含んだ、マイナーの音を含んだテンションというのが使えましたけど、これはギタリストだったらよくわかると思うんですけど、ペンタトニックですね、ブルースでメジャーのブルースでマイナーペンタトニックを使うというのはよくやると思うんですけど、そんな感じでマイナーの音もブルージーという感じで包み込んでしまうっていうのがメジャーキーにはあると思うので、そういった意味でもいろんなテンションが使えるのかなと思います。今回はテンションコードのルールについてお話していきました。この動画が少しでも役に立ったと思う方はぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとツイッターもやってるのでぜひフォローよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。